皆さんおはようございます。淡井圭介です。本日2024年、5月25日、朝の8時27分、もう本日もあまり眠れてないんですけども、確定です。皇室の方たちも、コンピューターに完全に操られています。それも未来の時間軸を通してです。昨日の晩、今ご公務で佳子さまなんですけども、ギリシャへ行かれようとしています。本日が出発ということで、テレビでは放送されています。で、公務の日程ではね、5月の22日からっていうことになっていたので、ちょっとその辺のところの意味が、今までの経験からいくと、その先祖の、天皇陛下だった人たちの、ご先祖様の、お墓参りをして、陵墓ですか、言ってみればお墓です。で、それから、天皇陛下に、行き先を告げて、で、それから、出発ということなんですけども、どういうふうな現象があったかって言いますと、まずギリシャの、大使館の方と、その前に、出るはずなんですね。だからそこから本当は公務なのかもしれないですし、それはそれだったら発表されてる公務の日程は変なんですよ。で、異性と握手をしている、それは昔、僕は20歳ぐらいの頃からあったことなんです。僕も言われたことなんですけども、異性の人と握手されした時に、君と結婚話をした人たちがそれを見た時にどう思うか分かるかと、それは男性の方に言われました。厳しい口調で、お前だってしていいこと悪いことあるやろって、同性だったら握手してそれで大丈夫だと思うよって。だけども異性とそんなに笑顔で仲良くして握手して、誰か今まで結婚話しに来た人たちと、お前ちゃんと握手したことあんのかと、笑顔で、何もなかったら相手は自分のことに対して何も思ってないって思われるよって、時間の経過とともにお前も自分で言ってるやんって、忘れてしまってるって、俺もそうだと思うよって、俺も全員が全員来た人なんか覚えてられないよって、じゃあ一つ一つの行動を気をつけるしかないやろって。で、これは佳子さまにも以前から言ったと思うんですよ。異性の人と握手してほしくないって言ってるんですけども、ギリシャの大使館の人と握手してるんですけども、もしかして以前の映像かもしれない。かなり違和感が生じてるんですよ。で、その次に昨年ペルーに行ったとされる映像が流れてるんですけども、そのペルーに行く前に、ペルーに行ってる時に、緑の和服を着てる時に、佳子さまは僕からの声を聞かされてるんですけども、それ僕は意図的に伝えようとした内容じゃないんですよ。佳子さまに見捨てられたっていう内容を佳子さまは聞いていて、そしたら佳子さまは少し困った顔をして、私が見捨てたということにしますっていうことを言ってるんですよ。佳子さまの受け取り方も変なんですよ。僕はその内容の頭の中をよぎらされてるんです。で、時間軸が全然違うんです。で、昨年のサンペルに行ったのが本当に昨年だったとするんであればですよ。僕は、カッコ様を結婚希望相手ってもう何回も言ってるじゃないですか。で、皇居にも行くって言ってるわけじゃないですか。でも精神的にも、その昨日の、昨日というか今日なんですけども、0時00過ぎにもうなかなか眠れなくて、その、佳子様の記事を一応見とこうと思って、で、寝転んで見てたら、また変な内容で、こう、受け答えされるかなと思って、座ってね、ちゃんと見たんですよ。台所のテーブルのところでヘッドホンつけて、音漏れもないように。近所迷惑にもならないように、それがあったら何かあるかもしれないとか、もういろんなことに対して僕はビクビクしながら対応してるんですね。
だけども平気で佳子さまは私が見捨てたことにしますって言うんですよ。違うんですよ。僕の声から聞こえてきて自分からそれ言ってしまうんでしょ。そしたら僕はどんな目に遭うかもっと分かんなくなるんですよ。根本的に助ける気があるんだったら、昔の映像も絶対使っちゃダメですし、テレビ局に絶対もう使わんといてっていうことを言わなきゃならないですし、テレビ局の人間は以前の放送なんか絶対しちゃならないんです。昨日の報道ステーションは、以前長谷部誠は引退したはずなんですけども、その後立憲民主党に入ってると思います。選挙に出てね。だからどの名前が本当だったのかわからない。で、国会で答弁してるんですけども、彼も別に粟井圭介を助ける気はなさそうです。はっきり言って。サッカーの試合に出ていた時、日本代表、彼ももともと僕に会いに来て仕事一緒にしてるんですよ。な、勝ち負けがかかってる時は、勝ちたいから、稼ぎたいから、だから僕に関することで、チームのみんなにね、キャプテンとして、あの人のことを信じなきゃならないんだとか、信じなきゃダメだとかいうことを鼓舞して言ってくれていたときは、誠実な男だなって思ったんですよ。だけども、時間軸は違うとはいえね、ホームページ粟井圭介の履歴の5月24日と5月25日、秀和株式会社関係のところを見てください。ホームページ粟井圭介の、の1番です。そこの5月25日、今日の日付のところ見ましょう。で、3つほど動画をアップロードしてるんですけど、書類を見せてます。どれだけひどい目に遭ってたかって。で、最後の方に僕言ってるんですけども、途中で聞いたことあるんですよ。殺し合いを仕掛けるような言動を、要するにとんでもない長時間労働を働かせて、交通事故を起こして殺すっていう。で、だからその時にその人間が、普段はそういうようなこと全く言わないんですよ。だけども、その人間もとんでもなく睡眠不足にさせられて、相手はここまでしてくるんだったらって、多分それ昔の多分、春山整骨院の件で、それがもう一度2010年から再現されて、もう一回建物作られて、で、そこからの10年間っていうのは、ものすごい虐待を受けてるんですね。電車に乗ろうが、何しようが。それプラス、昨日のアップロードしてる動画の中で、まあ、皇室の方たち、佳子様たちへのメッセージで、その精神病院でね、またああいうふうな薬を出される。で、そこで、書類にはこれを飲むと、車の運転を控えてくださいって書かれてるんですよ。それ飲んでくれたら車の運転のこの診断書を書くっていうようなことを言うんですけども、とにかく徹底して、今なんか対立構図としてね、それもともとその書類も有馬警察署の交通課の人にも出されてるんですよ。わからない。有馬警察署の方と粟井圭介 VS みたいな形になってしまってるのか、よくわからないんですよ。で、これ警察官の有馬警察署の人たちも、全員元を働いた人たちもちょっと集まってもらってね、もともと僕は真面目で、ちゃんとお客様にペコペコペコ頭下げて、敬語で、会社の働いてる他の年上の人たちに対しても、もともとそういう人間で長年働いていたっていうことを踏まえて、考慮していただいてね、やっぱり多分本当にね、僕、これ言ってしまってるから、だいぶ前から、僕も一応二十歳ぐらいの頃に六法全書を購入して、正しい方向で生きていこうとしている、その警察官とか刑事課だと思われる方たち、制服組の人、もしかしたら議員関係者だったのかもしれない。そういう人たちから、例えば、訴訟でね、相手はどれぐらい上の人、相手はどれぐらいの人がわかる、上の人がわかるって、いうことを聞かれたりとかね、そういうストレートな話をしてくれる人たちとかいて、その裁判所のその仕組み、その時は河川水門解析ダム発電とかのことで、その議員さんとかが手伝ってくれる話
とかもテレビで言ってると、国会で。そしたらこれ、けどまあやっぱり自民党の事務所とか電話かけたりとか、それも20歳ぐらいの頃してるんですよ。だけどもう裁判だったら出ますよっていうことを秘書の方が答えると。だけども、その河川水門外式ダム発電とかのことでね、それを行ったとして、その後僕はどうなったか分かんないんですよ。その間で誰か聞いてるに、秘書官も含めてそうなんですけども、受け取り方一つ間違えた時点で、昔から多分そうなんですよ。警察、上の方は警察を動かして精神病院行きにする。これしてしまってる。で、一部の警察官は、あいつと関わったからいろいろ聞こえてきて眠れなくなっただとか、逆なんです。山口隆っていうものも、子供の頃に僕は東山高校に住んでいた小学生ぐらいの頃に僕の自宅に訪ねてきてるんですよ。その秀和株式会社の佐古ブロック長、兵庫県のブロック長だったものも、店舗がその当時、まあ一番最初の頃は3店舗ぐらい、西神戸店と北神戸店、最初2本で2店舗ですね。その翌年にスマ店が開いて3店舗で、淡路とかにも店ができて、だから4店舗、あ、じゃあ3店舗、3店舗、姫路市にもあったから3店舗。ごめんなさいね、図とか何か見ながらじゃなかったらなかなかわからないと思うんですけども。ちょっと話が広がりすぎて、佳子さまも最初の方に言われたことが忘れてしまいそうになってると思うので、とにかくメモしてください。僕の方でも、佳子さまが覚えてもらわなければならないことで、仕組みが分かりました。お触りしてしまってるからなんですよ。握手。キャバクラとかテレビとかでも、異性と触ってしまったら、警察判断とか裁判所判断でもそうなんですけども、それお触りしてしまってるんですよ。握手。それでコンピューターが稼働する。で、僕の頭の中に、正直ちょっと僕はそのギリシャの大使館の人と握手、映画を握手されてる時に、僕との扱いはね、正直、なんでこんなに違うんだろうって、家の言うことが通り過ぎられるだけで、で、そういえば長い間、手つないでもらったことないなと。はっきり覚えているのは、子供の頃ぐらいで、もしかしたら、20歳前後の頃の学生の頃、手を、この横を歩きながら、喋りながら手をつないだことがあったかもしれない。だけども、その記憶ははっきりしない。で、もう一つ、SNS で気になることは、佳子様が黒い、背広を着て4名で写ってる写真がありますけども、左手にいる女性って、佳子様のふりをしているのか、佳子様と淡井圭介を合わすためなのか、この辺歩いたりしてませんでした。で、僕は佳子様とその人はごっちゃになってた時期があったと思うんですよ。本当に。で、昨日の件に関しては、あとは、岡場駅の近くで白髪のマスクしてるんですけども、目元を見る限り、あれ、立憲民主党の枝野さんじゃないのかと思ったんですよ。声かけたんですよ。でも、数年前もその人に、枝野さんかもしれない人に、枝野さんはテレビで、我々が助けるからっていうことは何回も言ってくれてたんですよ。だから、それ信じて声かけたんですけども、無視。何の返答もない。今度今お腹が鳴って、あうっていう言葉聞こえてるんですよ。一回これヘッドホンつけて聞いてみてください。ヘッドホンつけなかったら本当の音が出てこないんです。車の暴走族の音とかもそうです。普通の車の音ぐらいにしか聞こえないです。ヘッドホン、ちゃんとしたヘッドホンをスマートフォンにつけてボリューム最大にしてください。どれぐらいこちらが春山整骨院に来てる人間の車の音で嫌がらせを被ってるか、あれを毎日されたらどう思うか、さらにホーンとか使ってきますから、クラクション、家のすぐ近くで。めちゃくちゃ鬱陶しいです。正直、以前の僕はどうだったかっていうと、お前ええ加減にせよと。
何回喧嘩売りに来んねんと。もう家飛び出して行きそうになるんですよ。昔はそれ利用して、カールガール、ノーヘルの直感マフラーの暴走族の男は、こんな、普通、家ばっかり並んでるところなんか、普通、暴走族の連中も走ったりとかしないんですよ。だけども、昼間から、14時過ぎぐらいから、僕の背後をつけてくるような形で、通ってきて、ノーヘルで横通り過ぎていって、そいつが夜の9時ぐらいの頃に、防音で、アクセル何回も開けるような、ああいうやかましい音を出しながら、また、それで本鳴らしてきたでしょ。本当のことを僕は話し始めた。だからそいつも多分何回も本を鳴らしてきて、喧嘩売ってきたやつだと思うんですよ。本を鳴らすイコール、それ喧嘩売るなんですよ。車を運転するときに、本当に人を引きそうになったり、車とぶつかりそうになったら、ホーンなんか鳴らさないです。そんな暇ないから。ブレーキとにかく踏むか、ハンドルを回してかわそうとするか、どっちしかないです。そこのけなんですよ。ホーン鳴らす人って。だからちょっと、今の起きてる現象とかで話が横にずれてしまいそうになるんですけども、だから異性と握手をされると、頭の中にコンピューターが僕の声で酔いらせてくるんです。で、それ、しかもその次の映像で、佳子さまが緑色の和服を着ていて、ペルーに行った時だと思うんですよ。その時に、佳子さまは、私が見捨てたことにしますっていうことを言ってるんですよ。未来から操られてるんですよ。で、マチュピチュ、それを理由にして、マチュピチュの観光黒い服着て下。余計悪いことしてるじゃないですか。その時の佳子さまは、黒い服を着てるせいか、楽しくなっちゃってる。笑っていて。いや、僕のそのことが、コンピューターが多分聞かされてると思うんですよ。本当は悪いことしてますっていうことを、笑いながら言ってるでしょ。それ挑発行為。喧嘩売ってるの。で、僕は結婚希望相手は佳子様で、佳子様が好きっていう前提で、話してます。だから、前提っていうと、どう聞こえるのかな？本当に好きなんです。本当に結婚してもらいたいっていうことで、これ、頑張って伝えてるんです。このコンピューターの世界は危険だって。で、その答えは何かって言ったら、エネルギーの残存量問題を決着つけないで、これ、今言ってるのは、5月25日ですよね。台風発生第1号、今年の5月23日にもうインターネットとかで流れてるんですよ、テレビで放送も。ちょっと待ってください。どうか、誰か歩いた。わかんない、本当に。もう、だからもう、正直わかんない。もう、こいつの人たちも、昔の記事とか利用してるのかなって、絶対頭の中でそう考えてないんですよ。で、これはこれで飛び出す。と思ったらいつもの奥田さんでした。で、この飛び出すのは絶対無理。すぐ家戻ります。誰か確認するぐらいしかできません。じゃなかったら、こうやって家鍵かけて、チェーンロックまでしなかったら、いつ家の書類盗まれるかわからなかったっていうのが、以前の僕の状態だったでしょう。で、それは今後でもそうなるのかもしれない。仮執行の判決の書類だって盗まれたりとかしてたんですから。じゃあね、警察官の人たちとかのそのパトロールの仕方とかでも、僕はその日、遊ばなかった時だけ、僕は買い物とか行ったりした時に、警察車両、ちゃんと来てくれたりしてるんですけども、一定の変なルールで動いてるだけであって、情報をまとめれば、淡井さんは常に狙われてる立場だから、だって、アダルトコーナー置いてるレンタルショップだけでも6件潰してるんですから。そのうちツタヤは3件以上。この間で4件。かな？いや、3件かな。まあ、なんせトータルで6件。で、今もう、ゲオはターゲットに入ってる。入ってます。もう何回も六法全書、もう開いて教えましたから、店員に。第175条に、こういう風に書かれてるから、もうわかりますよね、と。アダルトコーナーなんか置いていたら、200万円以下の罰金か、他の罪、ついてきますよと。で、
この間、書類化して、さらにもう組織的な犯罪になりますよと。で、さらに、わいせつな画像とかの、その、まあ、分布とか、そういったものに当たるまだ別の法律がね、まあ、ある程度の数の1枚ものぐらいのね、まあ、コピーするにしてもお金かかりますから、まあ、とりあえずちょっとこれぐらい持っていたら分かってくれるだろうと思って。だって、蔦屋さんだけで500件以上潰れてるんだっつから。もしかしたらこの辺のコンビニとかも潰れていたのも、それが原因だったのかもしれない。その、要するにエロ関係の、雑誌が置かれていて、で、ほとんどは女性じゃないですか。脱いでるの。だから、女性がそういう風なものを、女性だから見てもいいじゃないかっていう感覚とかになるんじゃなくて、それを見た瞬間に、この女やばいやつだ。その危険の危と書いて一応漢字の読み方でもやばいって読むんですけども、漢字の時点で、ちゃんとそう書いてあります。で、そういう危機感を持ってるのかどうかなんですよ。そうじゃないときは、そういう風なものを見てしまうとどうなるかっていうと、なんかさっき車のドア聞こえて、車のドアの音聞こえて、また奥田さんがよく歩いたんだけども、ちょっと一応見てみますね。確認。何でも確認。何がどうなってるかわからないが、その、奥田さん、まあ、その、テレビ朝日の会長の早川さんっていう形の、名前の触れ込みで、いや、やっぱり車が来てる。で、戻ってきてる。さっき降りて行った時は、車はなかったのに、車が来てるっていうことは、多分誰かが潜んでる。別にもう一人来てる。この建物の中に。この男性の声で、会う嘘とかいうような声が聞こえてきてるんですけども、電波で。多分、ここの建物の中に入り込んだ人間で、潜むっていうことを前提としているものなんだと思うんですよ。で、その、じゃあ誰か淡井圭介の件で助けてくれてお金の支払いとかをしてくれた人間いるかって言ったらいない。シューバ株式会社の関係のところを見てもらったら分かる通り、どれくらい広い状況なのか警察官の体質がっていうことは理解してほしいんですよ。全員が全員じゃないですよ。今度また歩いた。奥田さんや。だから、どこの、だから警察官の中に、どれだけ、自分のしてることは間違えてるっていうことを意識していて、変えようとする、努力をする警察官がいるのかっていうと、はっきり言ってほとんどいないんです。わかります?言われてること。裁判所の判例で判決があるのに、アダルトビデオコーナーに関して、自分たちで率先して潰しに行かないんだから。最低でも撤去、そのコーナー。で、これも正直言いますけど、さっき台風の話をちょっとしましたよね。エネルギーの残存量問題の方。で、本当にアテネ行かれてますになるんですよ。どうしても。公務が5月の22日だからスタートという形で公表されてますよね。で、台風が発生しそうな兆候は5月22日の時点で確認されてるんですよ。気象庁とかの関係者の人たちの間では。で、それを話をいろいろ行って5月の23日には発表してる。インターネット記事が流れてるか、その制作をする時間があるから。っていうことは、多分海外に公務行ったら、先ほど強制的に、撮影してる内容が、遮断されたんですけども、だコンピューターに何もかも制御されてしまってる。僕もそうですし、さらにコンピューターは本当に能力が高いから、映像のつなぎ方とかの時に、握手を利用して、別にその一瞬見たときは僕はそこまで思ってなかったんですよ。だけど自分ががっかりしたときとかにそういう映像を見たときに、
要するに、まあ、ひがみというよりも残念な気持ち。異性に簡単に握手するのに、僕とは握手してくれないどころか、家の横を通り過ぎられる、やっぱり僕は潰されそうな形になる、精神的にもね。だから精神病院の人間とかを見ると、春山整骨院とかを見ると、春山整骨院に出入りしてしまいました。昔小林麻耶に何があったか言いましたよね。マッサージ関係で。脱いでますよ。で、揉ませてますよ。先ほどのあの撮影が途中でちょっと終わってしまったので、もう一度再開しますけども、一応時刻で、証拠を出しておきますね。9時7分。先ほどパソコンへデータを、移していて、夜がいっぱいになってましたから、その間、その冷蔵庫のところから聞こえてくる、まあ、冷蔵庫のコンセントを抜いても聞こえてくるから、そのあたりから聞かされてる電波の内容なんですけども、先ほど枝野さんの説明したじゃないですか。だから枝野さんの声で、ものを言ってくる。で、それプラス、フミート様が、合わないとかいうことを言ってる声を聞かされてるんです。フミト様は4月17日ぐらいの頃、4月17日、いや、じゃなくて4月の、能登半島の農家の方たちにお会いしてる時に、僕は心の声で2024年の24年に放送されています、粟井圭介ですっていうことを名乗った時に、フミト様は即座に会うっていうことを言ってくれてるんですね。で、昔からのこととかをフミト様は知ってます。で、どれぐらい覚えてらっしゃるか、これは分かりません。だけども、この状況はまずいっていうことは考えてくれてます。この状況を打開しなかったら無理だと。コンピューターによる情報操作。岸田さんはもうだいぶ前から、国連もしくは COP28 などの、国際会議で、皆さんの前で、AI と戦わなければならないに、ならない、時代に来ていますっていうことは言ってます。もっと前から同じようなことを言ってる人はいます。で、ここでコンピューターにしっかりと伝えておきますね。一応法律元で稼働してる可能性が高いので。はっきり言いますよ、コンピューターさん。覚えといてくださいね。エシロンさんとかで記録してもらって。日本で言うと富岳。アメリカのスーパーコンピューターも同じ。世界は国連につながってる。僕は世界上層部の人たちと大きく関わってます。その人間の言う本当の話、天皇陛下はこうおっしゃってます。ちょっと待ってください。もう頭の中捉えて、それさっき言いたかった、その天皇陛下からの言葉、それを打開するための言葉はちょっと頭から取られてる。これぐらいちょっと難易度が高い。睡眠不足ということもあります。だけども、内容変えられよう。昔話したことをこだわらないとか、そういうのも違う。昔喋ったその重要な内容っていうものは絶対に活かさなければならない。もう一回全員このコンピューターからの電波の操作っていう、多分もうそれはコンピューターの指導、手動。そうじゃなくて、なんだ、出てこない。今言おうとしてたのに、それがついさっきまで頭の中にあったのに、それが取られてる。まずい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 。今度は入院っていう言葉とかで切り替えてきて、とにかく粟井圭介を潰そうとしてるみたいなんですけども、我々は人を見捨てることなく共に生きていこうと思っていますと、大きな声ではっきりと国会で堂々と述べてる、もう頭の中むちゃくちゃにされよ。田中角栄とか頭の中よぎらされてます。違う違う、天皇陛下、成人様。僕を援護するためのその状況に合わせての言葉は、何回も国会で大きな声で述べてくれてるんですよ。その状況を聞いた時に。この国、あ、そう、違い方言。まず法律で言うこと。さっき僕は法律っていうことを言い始めて、そう、治外法権で、まず国内の範囲までで、他国からのコンピューター、スポーツの勝ち負けとかでそうされてる可能性もあるのと、あとは、やっぱり、
エネルギーの残存問題解決しないからの人増やし、で、どこまでコンピューターが、これだからもう順序考えると、コンピューターが台風を発生させていたっていうことを、ちょっともう敬語なしでちょっと物言わせてくださいね。広辞苑とかもありますし、裁判所の裁判官が、まあ、ある程度ね、方言とかもありますし、喋り方も、もう正直に、その裁判、女性裁判官は法廷で言ってくれてるんですけども、ずっと敬語とか、それは、我々も、それをずっと、そういうふうな形で喋るのは、我々もずっとするのは無理だと思ってるんですっていうことを、ちゃんと言ってくれてるんですね。だちょっとした、そんな、ほんのちょっとした、敬語じゃない部分とか、みんな言葉の端々で混ざってるんですよ。誰もが。先輩と話してる時とかでも。で、ちょっとね、思い出せない。どうしよう。さっきまで、これをはっきり言えば、大丈夫だろう。っていうような、その内容の天皇陛下、成田様が国会でね、こう、書類、絶対間違えないように、多分、成田様も同じだと思うんですよ。文章化して書類化しなかったら、頭なんか取られたりとかして、言えなくなるから。だから、こういうふうにもう広げながら、ピンって伸ばして、大声で言ってます。その内容のワードが、さっきまでしっかりと思い出せていたのに、つい1分前とか、この現象は非常にまずい。佳子さまとか普通に家に来てくれて、家の前でインターホン押してて、ちゃんと、ま、あの家から出てくるのにね、その瞬間トイレに行きたくなってしまってる時とかあるんですよ。例えば、黒猫山里さんとか佐川急便さんとかで配達に来た時、来る瞬間の時に、そのちょっと前に僕はもうお手洗い行きたくなって、トイレ入ってしまってる。インターホンの音は聞こえてるけど、トイレから出ない。大きな声でトイレの中から、ちょっと今お手洗いにいるんです。待ってもらえますかって言ってるけども、正直、相手に聞こえてるかどうかわからないです。じゃあ、こんなわけのわからない仕組みがある以上、淡いケースけど、会いにくいか会いにくいかで言うと、誤解も生まれますよね。で、私は、淡井圭介さんが家にいるって聞いていて、インターホンを押したけども、出てこなかったと。こういう結論もありますよね。もちろん、何かヘッドホンとかつけていて、音楽を聴いていたり、テレビを見ていたりすると、インターホンになったことすら気づいてない時あります。でも、自宅のインターホン、音が小さくなってるから、とにかくまず僕の携帯電話に電話かけてほしいっていうことを伝えてるんですよ。着信履歴とかは残るから、こちらからかけ直したりすることできるでしょ？つまり、着信番号をちゃんと公表していると。これ多分ね、設定的にも、裁判所は裁判所なりの判決があって、で、コンピューターはそれを知ってる。正々堂々と生きなきゃならない。で、不審な行動の携帯電話を非通知の人間はいっぱい今までかけてきてるんですよ。男性に多い。ちょっとだけ喋りかけてくる。けど自分の名前にならない。淡井圭介を利用して金稼ぎができた。だから、ちょっと調子に乗った口調で、素直に謝罪まずしなきゃならない立場なのに、はっきり言ってほとんどの人間がそう。この状況。で、まあ、っていう声は、丁寧な対応をされてる、ちゃんと敬語で話してくれる、通報した時に、その警察官の人の声で、電波で、まあ、多分コンピューターがチョイスしてるんだと思うんですけども、っていうことを言ってくれるんですけど、今頭の中で考えたのは、警察官の人も、本当は一般的な会社で考えると、何か自分の会社の社員がお客様に対して何か失敗をしてしまった時に、ちゃんと、すいませんでした、何々がこういうふうなことをしてしまってっていうことを言うんですよ。けど、そういうふうなことを言った警察官って、僕見たことないんです。もしかしたらもう何十年も前に言ってくれた人が、一人二人いたかもしれない。だけども、ないんですよ。だ警察官の人って、特に仕事中とかそうですけども、
敬語なしでお互い喋ったりするときあるじゃないですか。その時ってね、仲良くなってるっていう部分もあると思うんですけど、同僚同士で。そしたらもう、その人同士だけの関係になっちゃうんですよ、その瞬間。で、外部から来た自分が仕事として全うしなければならない人に対して、敬語じゃなくなっちゃうんです。年上であったとしても、普通に民間で働いている人はお客様に対して、基本的に敬語ですよね、ほぼ100%で。私はホテルマンとして勤務してるときに、そうでしたよ。普通そうですよね。けど、一番できてないのが、実は警察官とか、公務員の人なんですよ。変でしょ？公務員とか警察官の人たちの方はしっかりしなきゃならないのに、その状況だと、もう人間の動き方とかでわかるんですよ。失敗してしまってるんです、すでに。だって、言いました、法律。軽犯罪法の礼儀のところ、僕もその法律どうかなってずっと思ってます。礼儀のところ、軽犯罪法やん。これどこからどこまでなのって。でもコンピューターの方としても自分のせいにされたら困るっていうことを AI が考えたとするとしますよ。僕だってそんなことを判定できない裁判官じゃないからって。法律通りに動くコンピューター。じゃあ、警察官が悪意なくてね、いやもうそんな窮屈な生活しなくていいよっていう善意あってね、いやそれもうちょっとぐらい敬語じゃない時混ざるよって、僕も今回の動画で冒頭の時にね、それは指摘してます。人間ずっと敬語で喋ってないっていうのは、裁判官もある程度そうじゃない瞬間っていうのは出てきてるっていうことは認めてます。先ほどの言葉、裁判官もってそこで一旦句読点入りますよね。じゃあその言葉って実は敬語かっていうと、見方によっては敬語じゃない。だけども最後までの文章を読み取ると敬語ですよね。こんな世界もう誰も判断できないですよ。けどスポーツの勝ち負けが関わってきたら、それを利用する。それも考えたんですよ。けどやっぱりこの答えに戻ってくるんです。加古さんは何人どれぐらいの男性に結婚話とかキスとかされました？自分から。で、僕は、加古様は結婚相手をしっかりと自分で表明されていない。僕はその別の方で加古様との結婚を信じている男性が他にいたとします。その人が何人いるかわかりません。その人たちと僕は戦わされているのかもしれない。で、相手にもし国会議員の、例えば大臣の息子とかで社会的地位の高い人間だったとします。じゃあコンピューターがフェアな、要するに公正なジャッジをしてくれるかというと、この間の状況を見る限り、私はそうじゃないなって思います。だって自分の本音で頭の中でも考えてないですもん、心の中でも。だけど、頭の中よぎって、次出てくる映像で、その内容は佳子様が聞こえて、緑のその和服を着てる時なんですけども、私が見捨てたことにしますって言っちゃってるんですよ。だから去年皇居に行った時に、断った？佳子様の意思ですか？断りなさいって言いました？僕がどれだけ今苦しんでるか分かりますか？じゃあ、僕に対しては笑顔になりましょうですよね。僕の家の横とか通り過ぎてるときに、笑顔だったことあります？そのまま私についてきてください、だったでしょ？しかもそれ電波。自分で喋ってない。何の証言にもならない。いや、けど電波の世界に詳しい人からしたら、裁判官もそれを利用してるから、それは一つの記録として扱ってますね。だ90番のその未来からの時間軸からの声かけ、佳子様編のところは、裁判所の裁判官は受け止めてくれるはずなんですよ。それ込みで佳子様に対して聞くと思うんですよ。
本当に淡江さんのことをどう思ってらっしゃいますかって。だからその時の裁判官の人も、そのいろんなことを考えすぎますとね、どう思ってますかしか聞けない場合があるんですよ。結婚したいですか、したくないですか、淡井さんとって。どう思ってますかっていうことを、ストレートに言える人かどうか、どう思ってますかぐらいだったら、相手からしたら、どう思ってるってどういうことだろう。河川水門改石段発電とか家の横を何回も通り過ぎたり、僕の横を通り過ぎたりしたことがある。だから、今裁判官が言われてるのは、佳子様の立場からするとですよ。後ろめたいところがあるから。何か叱られるような方向で言われてるのかな。これ考えちゃいます。すると、話噛み合わなくなるんですよ。こういう現象は至るところで起きてるんですよ。例えば警察官の人と相談したりとかね。普通に生活保護の担当者の人と話してて、いや、そうじゃなくてと。今こちらこういうことを伝えたいんですっていうことを言うと、ああ、そういうことかと。こうなるんですよ。一つ一つの言葉とかがずさんに相手の言ってることとかを、こう、聞くことにまず傾聴して、相手が何を、どういうふうに今喋ってる内容に対して受け止めてるかなっていうことをこう聞いて、それに間違えないようにして言葉を返さなかったら、みんな受け取り方バラバラなんですよ。全員。だから天皇陛下ははっきりわかるように書類化して大きな声で読み上げたりしてたんだと思うんですよ。成人様、国会で。だけどその重要な言葉が出てこなくなってる。これ以前も言いましたよね。1年ほど前に。で、去年のね、そのペルー行き、本当に去年行ったとするのであれば、その時台風発生しました。これ今、佳子さまを責めてるんじゃなくて、コンピューターの稼働の仕方。コンピューターが台風発生させてるのか、可能性として、要するに未来からの時間軸の声とかを利用してるでしょ、コンピューターが。ちょっとした警察で言うと、威嚇発砲、真上に。威嚇行為でコンピューターはもう自分が台風を操れるようになっちゃってるから、威嚇行為で、今の進路図で言うと、一応被害出ないですよね。どう見ても。人間に対して。コンピューターからしたらエネルギーの残存問題が尽きたら、電気がなくなったら、自分たちも生きていけない。この可能性もある。かたや人間がそういうふうに仕掛けてきてる可能性がある。それも未来の方で。この今の現状に対してものすごい不満を持ってる人たち。国連の上層部の人たちとか、科学業界の人間だとか。わからないんですよ。それは誰がインプットしてるのか。そういう設定をしてるのか。コンピューターの設定を。じゃあ、未来の時間軸からの声を優先してる現象をスポーツ界でも見受けられます。リアルタイムの時間軸の淡井圭介の心の声とかで返答してなくて、ニュースの放送されてる時の未来からの時間軸の淡井圭介で考えてる内容とかを受け止めてる人。それでヒットを打ったりホームランを打ったりしてる人もいるんですよ。だからスポーツ関係のことも、逐一僕は動画上げてますけども、皆さんで調査して理解をしてほしいんです。もう全部本当のことを言ってますから、真実を。もう僕はこの件に関して徹底的にもう昔から取り組まされてるから、そこはもう逃げ出せなくなってる。はっきり言って。自分が何を言おうと。この状況と向き合って常に生活をしなければならない。まず精神病院の富永さんに、とにかく淡井さんの動画見てくれと。で、とにかくそれを文章化して、50項目ぐらいに短い文章、1列、まあ20文字、30文字ぐらいでもいいと思いますよ。50箇条ぐらいに公開いたときに、淡井さんの立場ちょっと分かってくださいと。こんな状況、本当はものすごくストレス溜まるって。で、それでしょ、外から挑発行為で、ヘラヘラ笑いながら、現実全然理解できてなくて、喧嘩売ってくるやつがいる。さあ、淡井さんだって怒りますよって。
けどそれを利用してしまったのが警察官、精神病院行きに。で、その警察官の精神病院の医者をしていた人間が、秀和株式会社で粟井圭介に長時間労働をさせていた課長。課長にもそれなりの立場はついてきます。立場イコール責任なんですよ。公務員で行くと上級者試験。課長以上になろうと思ったら筆記試験を受けなければならない。それに合格しなければならない。課長からはある程度の責任はかなりありますよっていうことになってます。主査主任とかは正直上から言われたことに対して主に任されて行動をして、その下の者に仕事を教えたりしてる立場です。課のことに関してのチェックをするのは課長で、その課長をチェックするのが部長なんです。その上が局長なんですけども、正直そこまで行くと、局長からは末端の動きなんか分かりません。報告さえなければ。だから、佳子様にも、今 OK っていう佳子様の声だと思われる人か、もしくは、SNS で、大学院を卒業された時だと思うんですけど、黒いスーツを4人で着ていた時の、画面を見た時に左手にいる女性の声かもしれない。その女性も何回か、この家の横の近辺歩いてるでしょう。僕と佳子様を会わせるためなのか、それか別の理由。正直、みんな心の中ではどう思ってるかわからないですよ。若返った顔でいたいたとか。だからそれはごく一例で言うから、その佳子様を覚えといてほしいんですけど、以前も言いましたけども、老人もかなり顔を若返ることできるんですよ。じゃあ、異性と握手したときに、それが相手が老人だったとしても、普通は握手なんかしないんですよ。その人と昔何かありました？キスとかって。相手からしてくることもあります。どれぐらいの関係がありますかっていうことになるんですよ。だから、これは各政治家の人たちで、男性同士で握手したりしてるシーンは見たことあるでしょ。だけども、女性と握手したときに、特に昔の悪いジョーク、フレンチキスとか言って、ほっぺたにこうキスしてきたりするでしょ。それも突き飛ばしてる。他国の首脳同士に近いレベルの人たち同士の会談でですよ。相手突き飛ばせる人もいるんですよ。それがハニートラップ。わかります？自分結婚してる既婚者であった時に、女性からキスされたら、自分が世間からどういうふうに見られるかわかっていて、こいつもう絶対仕掛けてきてるって。こっちを蹴落とすつもりだって。これが本当の話。あの時の握手よ。どちらからしました？佳子様から歩いていってしますよね。粟井圭介は見てますよね。普通、佳子様が真面目な生き方だったらしない。で、これは早い段階でもっと人格はね、変貌していって、粟井圭介と子供の頃会っていた時に真面目だった。だけどもテレビに出ることによって、ヌードに近い写真集だとか、もう胸の一部もかなり大っぴらに見せてる時点で、はっきり言ってそれヌードなんですよ。L 業界側、捕まらなきゃならない。250万円以下の罰金。それか、他の法律で連れて行かれる。そういう立場。老いた本屋もアウト。みんな、仕事、真面目に、してるつもり。全然真面目じゃない。売り上げだけ見えてんの。違う違う違う。仕事の質、クオリティ。こういうことを僕はいろんな業界に呼びかけているから、だから君の名はクオリティの高い作品であった。まあ最初の頃は変ですけども、映画始まった頃ね。ゴジラマイナス1.0もクオリティの高い作品です。基本的に僕からの提案で詳細まで話の大枠とか作って、いろんなことを呼びかけた作品。まあ、シン・ゴジラに関してもそうですけども、クオリティ高いです。何を元にそういうふうなストーリーを作ってるか。東日本大震災だとか、昔の、ゴジラマイナス1.0も原爆、広島や長崎に投下された。そこからの海外の人たちへ向かっての受け止めてるメッセージ。
ゴジャマイナス1.0、見られましたか？最後に特攻仕掛けた人のパイロットによって、口の中で大量の火薬を爆発させることによって、ゴジラにダメージを与えれる。ただし、細胞は回復されてるんですけども、最初の方のシーンで、船のシーンでね。だけども、最終手段として、とにかく何かしなければならないということで、特攻を仕掛けて、口の中に突っ込んで、大爆発を口の内部で起こして、頭部を吹き飛ばしてるんですよ。基本的に脳がなくなったら、その生物って考えることができなくなるから、死にますよねっていう設定で、ゴジラが全身崩壊を始めて、一瞬死んだように見えるんですよ。けども、最後の方で、そのゴジラの残ってる細胞がもう一度、こう、膨らんでいくんですね。元のゴジラの原型に戻っていこうとする。これは何を表現してるかっていうと、同じように経済に狂ってしまって、エネルギーの残存量問題を解決できない、解決しようとしない、経団連、フィナンシャルグループ、国会議員や地方議員、各知事、市長の議員さんたち、全員です。要するに権力者側の人たち。それを一民間人の生活保護という立場で、それいろんなことはもらってますよ。いろんなつながりはあります。お互い信じるような話とかいっぱいしてきました。だけども、みんな途中で力尽きちゃってるんですよ。例えば昨日声かけた相手が本当に枝野さんだったとします。投げ出しちゃってるんですよ、最後。力尽きて。もしかしたら何か後ろめたいことがあったのかもしれない。裁判官で粟井圭介の自宅へ行ったらダメだって言った人、いました？法廷で訴えられて。いないと思いますよ。よっぽどのことをした人のパターンじゃない。いや、だから僕の場合ものすごく絡まれてるから。それは普通にある。裁判所で。絶対あるはず。本当にものすごく変な、老人女性とか、老人男性とかいますか？確実に不集団で喧嘩を売ってきてる、ものすごいここまでするかっていうようなことを平気で。多分そいつ多分出てるんだと思う。アダルトビデオとかに。だからそいつらが集団化してしまっていて、警察官が粟井圭介は今まで精神病院に9回も入院させてしまってるでしょ。だからそいつらは調子ついてしまった。っていうのが構図なんですよ。だから警察官としても、パトロールしに行くときに、僕は遊んだ時とかの時ほどパトロールをしなきゃならないんですよ、本当は。だけど、以前もね、これ、カボさんも言いましたけども、僕の昔、フルーツアパークの上司だったファインハイゼンのね、山内博之さんっていう人、カボ様と、馬術のね、公務と称して、まあ、はっきり言ったら半分遊びです。何かを見に行くっていうことは。何かをして仕事をするんだったら、労働力を発揮して仕事するんだったら、それは仕事です。だけど、見に行くだけだったら、それ観覧で仕事とは認められないんです、本当は。法律上。その時に、僕が一緒に行かない、行けなくして、山口博之さんが一緒に行っちゃってるでしょ。その人、既婚者ですよ。します、普通。その人ももともとよく考えたら、フルーツラーパークで僕は二十歳ぐらいの頃に働いている頃、18歳の頃からレストランカトレアで黒服着せられてたんですよ。で、フルーツラーパークから1年でもいなくさせられてるんですね。多分その人も何かしてしまってる側です。だからそれをもしかしたらファインハイゼンとしての責任者っていう立場で黒着せられたのが、何回も言ってると思いますけども、8時間超えての1日の労働時間、割増賃金ついてない、土日祝日の割増賃金ついてない、休憩時間も8時間の労働、まあ6時間を超えてからが本当は45分間の休憩を与えなければならないんですけども、休憩時間与えられてないでしょ。けどその頃の山口さんも、
まだ25、6歳、僕は18歳の頃、多分それぐらいです。だからそこまで法律のこと叩けてるかっていうと叩けてない。誰かに、ファインハイゼン自体が、休憩時間の話ですよ。利用されてる可能性があるとすれば、それは歯医者ですね。この辺り見たらわかります。一つ区間の駅のところに、医者が、歯医者さんが、の数が10件以上あるんですよ。仕事の休憩時間、ちゃんと45分間休憩時間与えていたら、食事した後に歯磨きする時間があるんですよ。そしたらまず虫歯なんか発生しないんですよ。虫歯ができちゃってる人は、仕事忙しくてね、昼ご飯食べた後、歯磨きとかできてない人なんですよ。それ多分分かっていて、この辺りで、歯医者の数を増やしたんだと思いますよ。その背後には誰がいるかって言ったら、医者から成り上がった議員。それが26年前以上、もしかしたら28年前から始まってる。こういうとんでもない社会と向き合わなければならない。ペットの医者まで、オペするところ含めてですよ。ペットの、お医者さん自体がね、一つの区間の駅のところに、この辺のことですよ。4つもあるんです。で、最後の4店舗にできたところは、もも動物病院っていうんですけども、それができる頃に、安藤桃とか、日テレのアナウンサーでも、前の方の名前が、まあ、名と姓がありますけど、名は忘れましたけども、姓の方も、やっぱり、桃っていう奴らが大量発生。で、テレビでめちゃくちゃなことを言う。君たちが出てるから、テレビで変な放送になってる可能性があるんですよ。髪の毛染めてる人間。一回ちょっと全員、テレビ局のアナウンサーから男性女性問わず髪の毛染めることをやめれなくなったけど全員下ろしてもらえますか？本当に。できるでしょう。僕はだって、文部科学大臣下ろしたんですから。僕からの請願法で、陳情で。できるはずですよ。大臣下ろせて、その辺の奴ら辞めさせられないかって言ったら、そっちの方が簡単。私から見たら、一般人から見たらアナウンサー賢く見えてた。違うよ。実力から見たら大したことない。大したことあるようなこと言ってるところ、一回もほとんど見たことない。髪の毛染めてる人間。それが大したこと言ってるように聞こえてるだけ。聞いてる人の方は知識が少ないから、僕からしたら。僕と受け答えしてる、髪の毛染めてる、スポーツアナウンサー、ニュースウオッチ9のアナウンサー。何回か叱ったから。もう我慢の限界来て。もうこれもね、裁判所の裁判官も怒っていて、法廷で認めてくれてるから、もうこういう口調で言いますけども、ちゃんとその時どういうふうに喋ってるか、これ、はっきり、ちゃんと詳細を明かさなければならない。お前なって。どこの誰と喋ってるかも、本当分かってんのかって。世界中の経済を動かしてきた人間に、税金で、年収がどれぐらいあったら、どれぐらい納めなきゃなんない？住民税が上がってる。もう俺の YouTube 見ろよって。そんなことこっちが何回も言ってるやろって。何を説教じみて、淡井圭介に言っとんねんと。物を教えるつもりでって。お前がまず勉強せよって。ホームページ淡井圭介の履歴を見てって。お前の頭の中にあるのは金のことかと。な。昔からアナウンサーとプロ野球選手が結婚してた。もうやめろって。視聴者から見たら、ひどい挑発行為だって。お前らはこの街中とかで、良くない金の稼ぎ方してきたんやろって。兵庫県民、どれぐらい混ざってた？大阪の方とか、東京都とか、もうその辺、アダルトビデオ作っとったところや。テレビ局で、エロを売ってて、金に変えた人間、何人いた？そいつらの子孫が、名前変えて、またテレビに出てきた。は？違法行為や。いつでも辞めさせられるよ。そんな話、国会で、20年以上前からしてるよ。国会議員の人たちが。一
体どこの誰の前で調子乗ってるのか、現実理解しろよ。あのな、河野明子っていう報道ステーションの元キャスターですら、粟井圭介の後輩やぞ。大江真理子ですら。小林真山も粟井圭介の後輩やぞ。俺の方が上やねん。お前らその下やぞ。上位関係どれぐらい間違えてるか分かってるか？粟井さんに、こう聞いてるんですけども、粟井さんこれで合ってますかって。聞けよ。とりあえず、全員、もう僕の年上のアナウンサーも含めて、N 位の残存量問題から結論出すから、こちらから。あれもこれも間違えてるって言うよ。で、富川キャスター、古舘伊知郎さんの後僕の後任で現場何回も見に行ってる、もう富川さんが次報道ステーションのアナウンサー、キャスターになったらいいっていうことを伝えて実際になってるんです。僕が人員配置ある程度提案して、実際に役員の人たちがそれを受け入れて行ってるんですよ。分かってるテレビ出演者の人たち。でね、富川さんは報道ステーションでちゃんとね、もう今までのニュースとか何回も何回もテレビで放送するのは、これは絶対間違えてるっていうことが分かってるから、報道ステーションチャンネルつけた時に最初の方何って言ったと思います？放送するものがありませんって言ったんですよ、正直に。いや、もうこちらも正直にもう言った方がいいかなと思いまして、こう言ってますって。根性ありますよね。あなたも生放送でそんなこと言えます？アナウンサーになって。日本全国の人たちに。だから富川さん選んだんです。昔そういう約束してましたから。みんなもフェイクニュース、昔見た動画を、さも最近起きたかのように見せられるの嫌だからって。もうそれ見てるから何回も。それで金稼ぎされてるっていう状況を受け入れられないのって。人材派遣会社の人たちにそれしわ寄せが来て、しわ寄せっていうのは、賃金的なことですよ。仕事があるないとかそういうことですよ。余計なテレビ局への CM 料とか払わされて、で、実際どうなってます？自分たちの賃金叩きに合ってる。片や前夜あるアナウンサーとか、報道関係のことをテレビで忌憚のない意見で、正直本音で言ってくれてる人たちは、私たちも間違えてた方だと思いますとか、そういうことを言ってくれてたんですよ。出てる時の顔はだいぶひどい顔になってますよ。けどそれでこそ、善意ある人だったり、根性ある人だったんじゃないですか。スポーツの勝ち負けをしてた時の顔と今の顔全然違いますよね。もっとひどい顔になってましたよね、僕の顔。去年、今年も、テレビ見て取り組んでる時。どちらの方が頑張ってるか頑張ってないかで言うと、僕の方が圧倒的に頑張ってます。そんな僕でも、昨日のその佳子様の、私がミスったことにしますっていう一言を流された時点で、もう精神的にもう総崩れに一回なってるんですよ、昨日の晩にね、寝る前に。もう夜中3時ぐらいまで寝れない。え、なんで？って。なんで動画でアップロードしてる粟井圭介の言ってることとか書いてる文章を優先化して受け入れてくれないのって。カホさんも言っちゃってるんです。コンピューターと仲良くしなきゃならないって。場合による。人間と同じ。仲良くしていい時の場面と仲良くしちゃならない時の場面があります。友達同士でも。そこを勇気持って
いや、お前ちょっとこれ間違えてるよって。お前そんなことしちゃあかんやんって。これは本当に友達とか相手のことを思ってる対応じゃないですか。はっきり言うよ、コンピューター。間違えすぎてる。人間がもし未来からそういう設定をしてるんだったら、コンピューターに今、スーパーコンピューターとかに相談します。抗えそう、抵抗できそう、その通りにやっぱり、声とか発してしまう。今、OK とかいう声が聞こえてきてるんだけども、わかんない人なのか、コンピューターなのか、その科学業界のそのコンピューターの設定を行ってる人間なのか、もはやその設定を人間が喋ってきてる、その証言によって、法律に照らし合わせて、今まで裁判官が、判断してきた判例をもとに、コンピューターが判断する社会が、だいぶ前から出来上がってるのかもしれない。これ昔、僕友達に言ったことあるんですよ。もう、まあこれ一般人に言っても多分理解できないと思うけども、もう10年以上前。だから友達に言ったことがあるから、26歳ぐらいまでの頃。本音で言うけど、もうさっき言った内容を伝えたんですよ。こうこうこうだと思うって。多分、コンピューターに全部任せてしまって、それ聞いてみんな騙されて動いてるって。行動で見たらわかるじゃないですか。皇居に来た、佳子様に会いに来ましたって言ってる。会ったらいいじゃないですか。公務28日、そんな時にみんなの税金使って、私たちはダメダメダメ。だから、正月2日目、みんなの前で手振るぐらい。今まで読み上げてきた内容、大体同じ内容。状況によって、その時のその日の自分がしっかり仕上がっていれば、今までの知識があれば、何をどう言うべきかぐらいは、そんなものを作らなくても言えます。特に、今年1月2日。なぜなら1月1日に、能登半島で地震があったから。そのことに関することを正直に自分がどう思ってるかを多分なる人様は述べてます。そんなことを書類化するべきじゃないっていう話を昔もなる人様たちとしたことがあります。私は。私がそういうふうな指示をこういうふうな口調で言ったんじゃなくて、なる人様がそうおっしゃってたんです。そういうふうなことを書類化するようなことじゃないって。みんなの前で言うときは。そうじゃなかったら、その人は本当にどう思ってるかなんか疑われるからって。僕は動画を見、この皆さんの前で発表して喋ってる時に、何か見て喋ってると思います？ほぼないです。たまにちょっとそのスポーツの結果、その瞬間その瞬間、時間軸的に、こう何を喋っていて、得点がどうなってるのかというところを確認しなきゃならない。だからそれはそういう時に、スポーツの途中経過とかを、それを見なきゃなんない。物事、仕事っていうのは、ものは何事も確認が途中で必要になってきますから。どんな仕事でもそうです。確認作業を怠ってたら、いずれ失敗します。みんなそうです。どんな仕事も。だから仕事の範囲をどこからどこまでにするのかっていうのを調整するっていうのが一つの、うまい仕事の取り組み方であって、コンピューターの稼働がこういうふうな形になっているのと、あと台風が発生しているところを考慮すると、あともうちょっと去年の佳子さまのそのペルーに行った時期、台風が発生しているか発生していないか、これ確認しますね。だからその後始末で僕が防災に関して、昨日即座に他の国の人たちとか、国会議員の人たちとかが、どういうふうに対応するのかっていう、それはもう今までの例で出してるんですよ。掃除の仕方とかでね。こういうふうなところ、普段掃除しないような、こういうところを掃除したらいいって。普通の掃除だったらすぐ終わっちゃいますから。みんなで掃除したら、晴れも作るの。簡単。正直、掃除が好きになってきたら、掃除してるときって、気が晴れます。あと、例えば日本の言葉で、水に流すとかいう言葉があるじゃないですか。だから、まあ、洗面器とかバケツに水を入れて、水を流す。そこまでしなくてもいいです。洗い物してるだけで水流れてます。
食器洗ったりしてるとき、特別追われてなくて、なんかみんな心の中きれいになってるような気しません？スッとして。なるでしょう？だからやっぱりワード、言葉のワードは大事なんですよ。で、最終的に一番大事なのは行動なんですよ。だから早急に淡井圭介の件も、だからもうある程度の範囲で僕も終わらせますし、そちらからこういう状況があったっていうことを警察官の人も述べてくれたらいいですから、こう来て、こう聞いていた、ああ聞いていたっていうことを、だから今まで有馬警察署で勤務してた人たちとかで、もう元々の所属の範囲が違うだったとしても、僕、近隣のまあ兵庫県警とかで、来た人とか、まあ、他の都道府県の警察官だったとしてもいいです。裁判所出てきて、僕を直接精神病院に連れて行った人たち全員、法廷でちゃんと自分が被告人として出ましょう。そうしなかったら、コンピューターの稼働の仕方がもうめちゃくちゃになるんですよ。ね、それは早急にある程度の範囲で終わらしますから、ある程度のお金を払ってもらって。もうそれで終わらした方がいい。お互い安全。もうお互いにもうずっと首の絞めしてる状態になってしまってますから。で、多分ね、もうもしかすると、もう、国会議員の人たちとかも、その方向で、例えば、もう極端な話ね、もうほんのちょっとしたことだったら、もう多分もう1000円ぐらいで終わらした方がいい。僕に1000円支払うような形とかで。いいでしょ、その方が。それで抜け出せるんだったらとか、もうこう嫌な思いとかにならないんだったら、もう精神病院の医者とかも同じ。さすがにそこは1000円では終わらせれない。それはもうちょっと、判例としては残すのはもう無理。こんだけひどいことして。説明何回もしてるもの。だって宝塚三の病院の高輪先生。その後、淡井圭介を精神病院に入れて、精神病院の副院長とかになってしまってるんです。甲陽病院も同じ。松川っていう医者が最初担当の医者になって、2004年と2005年。その後に副院長に逆に出世してしまってるんですよ。悪いことをしてしまった人が、出世をする。逆逆逆。無理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 。まあけど、あんまり、状況付きでね、例えば家のローンがどれぐらい残ってるとか、今までの年金の掛け金がこれぐらいだから、まあこれぐらいの範囲の罰金にしておきますだとか。もう僕はもうそういう範囲で収めようと思ってます。ただし、裁判所で正直に本当のこと全部話してくださいよって。そこで正直に話してくれなかったら、僕も人間だから、我慢の限界がある。裁判所で裁判官の人に、そういうような怒るような口調になって、いいです、許可しますって。許可もらってます。当たり前です。それしなかったら、原告の人は、もう感情の行き場の行き先がどうなるかっていうと、泣き崩れるんです。そんな状態でね、法律どうのこうのでね、裁判所ってもう、ちゃんと法律見てもらったらわかると思うんですけども、そこ、闘争の場って書かれてるんですよ。争う場。戦うとこなんですよ、相手と。泣いてる状態で、戦えるか、もう頭の中も回んないですよ。それを泣き言を言い出したとかで笑ってる連中がいたんでしょう。もうその映像片っ端からちょっとテレビ出してって。お前らちょっともう裁判所出ろって。お前ら隠れてこそ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 介入してきておいで。人格がどうだったかっていうところから始めようよって。お前一回俺と同じ目に遭ってみろよって。ほんまに泣かへんねんなって。ほんまに怒らへんねんなって。怒ったら怒ったで精神病院連れて行かれんねんぞと。3ヶ月近く出してもらわれんねんぞと。請求金額1ヶ月で100万超えんねんぞと。高額療養費制度とかあっても無理やって、そんな世界って。そんな世界ずっと残してるから人口極端に縮小してるんだよ。兵庫県だけで1つの病院あたりベッドの数が200床ぐらいあるんですけども、1つのベッドを床と読むんです。200床ぐらい平均化してみて、そういう入院施設付きの兵庫県の病院、28もあるんですよ。いろんな人間カールガール入ってるんですよ。ほとんどのベッド結構稼働してますから。
ものすごい勢いで人口縮小しますよ。絶望するから。国のしてることが怖すぎて。法律のことを勉強すればするほど、裁判所ぐらいで済ませていれば、あ、これぐらいの罰金刑で終わってるって。なかなかそんなに大きな金額になることがない。だってそんなに稼いでる人いませんもん。もう最後これ、要点まとめますね。海外へ佳子さまも行かないこと。当然、悠仁さまも愛子さまも同じ。平成の天皇陛下も海外へまず行かなかったんです。首脳会談とかで。一応僕からの内容でフィリピンとインドには行ってもらったことがあります。そこは僕は言わなかったんですよ。まあ、皇太子殿下の徳仁様が行かれた方がとか、そのインドにね。だけどそこは頑張って平成の天皇陛下が、ちょっと今名前を思い出そうとしてるんですけど、やっぱりもう、名前なかなか出てこないんですよね、いつも。この間また名前確認したんですけども、頭の中でもちろん「仁」っていう名前は、でその前が読み方が分からなくなってるのかな、なんかもう頭の中ちょっと変になってるんですよ今。なんかもう名前を言えなくされてる。まあ年齢的にも、まあ昨日のその後の他のインターその佳子様のね、その私が見せてたことにしますって言った、その去年のね、ペルーの頃の動画、その後、12月2日に撮影した着物のね、あの動画で、淡井圭介のことを、心の声に返答して、好きって言ってくれてるんですよ。好きですかっていうことに返して、はいって返事をしてくれてるんですよ。で、佳子さまはなぜコンピューターにこだわっては、淡井圭介の自宅になぜ来ないのかっていうことは僕はわからない。裁判所の裁判官はそんなことしちゃダメって言ってないんですよ。むしろ逆です。最初の僕は二十歳ぐらいの頃に行ってくれた裁判官の、女性の裁判官のはっきりした答え。本当にその人が好きなんだったらちゃんと家行きなさい。これです。他の裁判官も同じこと言ってます。同じようなこの件で。他の人の件で。しっかりと家行きなさい。それをされた時の相手の気持ちをあなたは考えてみたことありますかと。それ反省文として書きなさいって言われている人は言われています。ここはお金じゃないって。ちゃんと自分が反省文を書かさなかったら、それを記録して、あなた絶対これ持っておきなさいよって言っていたとしても、それまたもう読まなくなって忘れちゃう人たちいっぱいいるんですよ。だからコンピューターに操られてる、その人たちは。だから家の横を通り過ぎたりする人。もう今日は、だから晴天なんですけども、だから佳子さまをアテネに行かれるから、航空機が飛びやすいように晴天になってるように見えるだけかもしれないし、かたや、その、台風の件に関してね、22日、なりそうな予想がもう出来上がってるの。それを23日に制作して、インターネット記事とかで伝えてるんです。だから、まずその判断をしてるのは結局コンピューターでしょ？コンピューターの画像を見て人間が判断したとしても、コンピューターのその画像が本当かどうかわからないから。ここまで言ってくるとか言ってるんですけども、そう考えれないような警察官なんかいらないですよ。絶対間違えるから。簡単にコンピューターに騙されるから。
だから今、こういうようなストレートの言い方の方が分かりやすいかなと言ってるのであって、本当は僕も多くの警察官の人を信じたいし、多くの警察官の人で、そこまで変な人はいないんですけども、たまにいますね。なんか、解釈の仕方とかが変になってしまって。だから僕も六法全書を見ていて、もう頭の中ごちゃごちゃになってしまうことがあるんですけども、矛盾することいっぱい書かれてるじゃないですか。こんな文章の書き方されたら絶対そうなると思うんですよ。まともな人間であればあるほど。あとは場数で、裁判を何回も何回も行って、で、答えがもう明確化されてる人たちだったら頭の中ごちゃごちゃにならないと思います。だからもうそれ、仕事でしてる人たちとかじゃなかったら無理だと思うんですよ。毎日毎日六法全書を向き合って、いや、だから法廷でも裁判の回数、何十件とこなさなかったら身につかない。いろんな件、多数の件、同じ件ばっかり何十件もしたら、その件に関しては、それはもう確立した答えっていうのをずっと保持して持っていられる状態になるでしょうけども、まあ、例えばホテルマンとしての仕事だったら、伝票を書くとき、日本語でいいんだったら、もう僕はどこでもすぐに、一人前の仕事、一週間以内にできる自信ありますよ。今までの実績は言ってきました。関西ナンバーワンの売り上げ、大阪ヒルトンホテル。オーダーテイク一応しました。だけども、まあ、万博の話が入り込んできて、結婚話もなんと。まあ、そこの大阪ヒルトンで働いていた人たちも、テレビ局の喋ってる人たちのことを真に受けすぎたのか、まあ、実際、淡路花博では押切もえさんや海老原由里さんと会ってるんですよ。向こうは下で僕の後輩ですよ。で、だけども最初見た時は、もう髪の毛すごい染めていて、変に髪型に凝りすぎているから、で、男性が1名いて、女を2人連れてるものですから、あ、来た、やばい業界の人間や。こういう感覚です。ほんとほんと。もう髪の毛なんか染めて、ややこしい髪型なんかしゃあかん。じゃ本人はおしゃれのつもり、鮭落ちる。鮭落ちると書いて漢字で直すと、おしゃれっていうもの。ファッションじゃないから。マリー・アントワネット、食料がないなら、お菓子食べてろって言ってた人。その話は本当かどうか分かんないですよ。民間人が作り出した作り話かもしれないし。本当に食料不足でそう言わざるを得なかったのかもしれません。だけども、正直植民地支配はもう完全に証拠があってしてしまった方じゃないですか。昔のヨーロッパの貴族の人たち、髪の毛くるくる巻いたりしてる。そんなことしようとしない。普通。そんなややこしいことしようとしない。ルールがわからなく、昔から僕言ってる。パーマかけてる人は、ルールがわからなくなった人。パソコン開いた時に、アクセスしようとするとぐるぐるぐる回ってるでしょ？なかなか繋がらない時、どう思います？髪の毛、巻いたりするのに、熱利用して髪の毛巻いたりしてる人たちも存在するでしょ。髪の毛染める時も自分の髪の毛とか傷めてるでしょ。自傷行為。それ違法行為、本当は。髪の毛染めてたら、海洋基本法違反。両方。言ってることを追い詰め、増えていってます、淡井圭介の言ってること。ほとんどの男性警察官は髪の毛染めてないです。男性の方が、髪の毛染めてない人の率圧倒的に多いんです。女性の方が多い。テレビに出てる女性見てしまってるから。基準になっちゃってる。髪の毛染めてる女性があんなにテレビ出たら、もう世の中めちゃくちゃ。昔はこんなにいなかった髪の毛染めてる人。もういろんな、業界で、髪の毛染めてる部長とか大量に現れてる。いないな、そんな部長。実力ないことも髪の毛の色見たらわかる。真面目で働こうとしてないこと自体は、姿見ただけでわかる。都政六法の内容一回見てみ。身だしなみ、しつけっていうことは身だしなみなの意味、漢字の意味ね。
身だしなみがしっかりできてない人は罰を被るの。その極端な例が韓国の人の女性、まあ日本の、アイドルでもいましたけども、髪の毛染めていたのに、まあ何をしたのか知らないですけども、一回丸刈りしたでしょ。それは行き過ぎだったのかどうか、はっきり言いますよ。自分は一回丸刈りしたことあるかどうか。僕は中学生の頃、ずっと1年生の頃から3年生の頃まで男子生徒全員丸刈りでしたから、丸刈りすることぐらいあんまり抵抗ない。髪の毛なんか、これぐらいの長さ、半年もあったら伸びてくる。いいんじゃない？それぐらいした方が。日本中の、100万人以上の女性が、男性も100万人以上。それぐらいいるでしょ、髪の毛染めてる人。そしたらもう髪の毛染めようとしなくなるんじゃないですか。全員が同時にすれば、同じように髪の毛まみれてるでいっぱい見るから。これで公務員の人たちが髪の毛染めていたりとかして、お金稼ぎ、ね、高い給料もらってたって、それ知った時に、皆さん許せます？許せないでしょ？な、これは嫌味とか攻撃的に言ってるんじゃなくて、もうこれ僕本音で、本音でものを言わなかったらね、話さなかったら、こう、もごもごも言ってたって、わかんないじゃないですか。だから、もうストレートに言ってみて、もうそれでもダメだったんだったら、その人はそういう人なんだなって受け止めるだけです。なおさらもう佳子さまも同じ。何回言っても僕の他の男性と手をつなぐんだなって思います。握手したら。らもうしょうがない。もう、だって好きなんだから。それ一つの判断基準になるんですから。やめてって言ってることをやめてくれないっていうことは、じゃああの時の橋渡る時の着物着てる時のその29歳の誕生日の動画の淡井圭介のことを好きですかって言ったことに対して笑顔ではいと言ったとしても、心の声を利用してずっと綺麗な顔でいたかったんだなに結論がなっちゃうんですよ。その方法だと。今投げ出してるんじゃないですよ。こっちも崩れそうになるんです。そういう握手してるところとかを見ると。今まであなたがしてきたことが、こういうことでしたから。N の残存問題とかも分かってたはずです。知ってたはずです。聞いてたから。文人様たちだから。成人様からも。だからコンピューターも、そういうふうな稼働をしていたのかもしれないんですよ。まあもう動画で全部はっきりと言ってる内容、これ自分でもノートつけた方がいい、本当に。とにかく青江さんを信じると。とにかく青江さんと会うと。それしなかったらもう人類滅亡すると。だからそこは強い意識が持てるかどうかなんですよ。昨日はもうあんまり寝てないですよ。5時間寝れたかどうか。だけども、もう今日ももう、スポーツ業界の人たちに、もうメッセージを本当は送りたかった。ごめん、もう今日無理や、頑張らんやもんって。昨日もあんな結果だったし、って、あの内容でって。もう今日ちょっと休ませてって。本当はもう強制労働状態。もうちょっと勘弁してって。本当は今日言いたかった。だけどもう今日晴天。なんかこう、頑張らなきゃならないのかなっていう気持ちになってます。ギリギリいっぱい。もう朝起きた時は、もう、仲良くしてくれた人たちの、同性のグレイとかいろんな人たちの曲とか聴きたい。
YOASOBI っていう2人組に関しても、男性の方は、丁寧な敬語でね、ハキハキしながら、去年中川さんのところに会いに来てくれました。だけども僕も喋る時間とか用意できてませんでしたから、もうそこの仕事の内容とかも、もう忙しかったんですよ。残業とかもありましたし、あ、これ明らかに現場追われてるなっていう状況でしたから、まあそのペース配分とかは情報は僕には伝わってこないかわからないんですけども、急に働きに行った現場っていうところもありますし、初めて。だからそこでもう彼には正直に、強く生きようと思って来ましたって、もうすごい大真面目に喋りかけてくれてるんですけども、いや、ちょっと僕のことを知ってるっていうことはもう今の一言でわかるんだけども、って、もう僕もこう人材派遣会社から来てるから、仕事中に余計な話をしてる時間なんかちょっとないからごめんねって。まあ来てくれたことは、まあ僕もこういうふうにしか言えない、いつまで覚えてるかわかんないって。だけども、できるだけ来てくれた、そういうような態度を示したことは、できるだけ覚えとこうとは思う。まあ、これは言えたかどうかわからないです。ただ、とにかくその時の仕事は朝から忙しい状態。っていうことは、彼には伝えていて、で、本当は、人口すごく減少していて、海外に何とかマーケットを広げていて、その一番最初のきっかけは阪神・淡路大震災があって、いろんな政府の、上層部の人たちとかが、フルーツラーパークに来て、日本の国会議員の人たちとか、経団連の人たちとか、要するに社会の上層部の人たちがいっぱい集まって、そこで淡井圭介を軸にして海外展開を一気に広げて、なんとか漫画アニメ業界、漫画とかアニメとか、ゲームの業界は世界中に、